音少女の鐘の声、諸行無常の響きあり、サラ掃除の花の色、乗車必須の断りを表す、おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、たけき者もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ、おごる兵器は久しからず、兵士が持ち出したるは王家に伝わる宝、三種の神器。清盛はよくよく尽くしみて、いみじく計らいて、あなたこなたしけるにこそ。八田の鏡は王が知恵、八坂にの勾玉は王が慈悲、草薙の剣は王が勇気。平安遷都より373年の後、平清盛太政大臣任官、武家の政の始まり、その娘徳子高倉天皇へ従大、兵士に対抗した後白河法皇幽閉、果ては兵士の血を継ぐ安徳の帝、皇位継承、平清盛盤石の地位を得る、皇位を閉ざされし後白河の子持ち人を謀反、全ての源氏に領事を発す、兵士を追討するため源氏を立て、平相国龍になりて降りたると世には申しき、これより源平合戦の始まり。時は来た、覚悟しろ兵士と。平治元年平治の乱にて源氏は敗れた。後の将軍源頼朝は流罪にて伊豆の地で20年余りの月日を過ごしていた。政子は陰で涙する女子ではありません。刀を持てつとも共に戦いまする。治承4年、源頼朝石橋山では敗れるも、関東の源氏ゆかりの武士を召集、再び西へと進撃開始、富士川にて平家軍を打倒。さあ京へ。九郎義経にござりまする。兄上は泉と耳にして、この空に恋した日々、嵐の中母は我ら兄弟を救うためにさまようたと聞いております。皆の者、参る。源氏が東を制する。治承5年、平清盛急な熱病にて死去、頼朝が首をはねて我が墓の前に隠べし。今日の道は皆まっすぐなるぞ。今日より来たる者に恥じぬ道を、ここ鎌倉に。寿永2年、兵士は安徳天皇および三種の神器と共に都を討ち、九郎義経この身に変えましても必ずや兵士を滅ぼし、王の宝院の御元へ必ずや。後白河法皇より平家追討の宣旨が下された。義経西へ向かえ。寿永3年、九郎義経一の谷清取越えに到着する。坂の下には兵士の大軍勢。義経殿はいずれもう一人の大将となりましょう。これぞ世に言う清取越えの坂落とし、心して下れば馬を損なうことはない。皆の者書き下りよ。一の谷で我に何の手柄もなかったというのか。世を通してかけた山、険しい崖、ただ兄上に喜んでほしいが一心なのに、この押し打ち。クローホーガン、そう呼ばれておるのだな、あの知れ者め。いずれ法皇の手中に入る、それこそ我が最も嫌うことと知ってか。元暦2年、頼朝の命で九郎義経は屋島にいる。嵐の中平地の陣へ船を進めた。仏説摩訶藩にはらみた神業、頼朝の御家人那須与一の弓や兵士の扇を打ち抜く。これにて源氏の勝利。死にたい、兄上はまだ我を許すとは言わぬ。この戦にて命を捨てれば本心を見つけてくれるであろう。義経は義経の道を行く。三種の神器は安徳天皇の手にある。取り戻せ、必ずや。源平合戦最後の舞台は壇の浦、荒れ狂う海、潮目を味方に九郎義経が舞う。ここに平家滅亡する。おごる平家は久しからず。陳は波の下の都に参るのですね。天も一緒ですか。今ぞ知る、ミモッソ川の流れには波の底にも都ありとは。院がいかに乙女下されようとも、義経は我慢がなりませぬ。どうか兄頼朝追討の宣旨を。草薙の剣だけが見つからぬとは。探せ
探し出せ。謝れるを改める善の、これより大きなるなし。我が一生草薙の剣を取り戻す戦とした。後鳥羽院、武家が君の守護となる世が来るのです。武士こそが宝剣の代わりを。ちぎれた翼は天より授かりし知れ。どうかこれをお読みいただきたい。慈円なりに国の在り方についてまとめた書にてございます。武官将なりませぬ。天の道理に背いては由々しき大事。許せ、勇者の剣をこの手に。下り発る、世の行く末は習いなり。登らば峰に、つきまわすみなん。